あなた運がいいんだって。いつも楽しく拝見しています。先生の世代ならおそらくドンピシャのゲームクリエイター中裕二氏がインサイダー取引で逮捕されました。ぜひ感想枠で見てほしいです。彼の元で働いたことがあるので答え合わせとなりそうなので楽しみにしております。あー、元社員さんはじゃあゲーム会社の方ってことですね。僕ね、このねニュースは知ってるんですよ。昨日か一昨日ぐらいに見たんですけども、でもね中裕二さんは全然知らなかったですね。なんかソニック・ザ・ヘッジホッグかな、ソニックの海の親って書いてありましたけども、全然ね、そんなによく考えたらゲームクリエイターの人って知らないんですよね。知ってると言えばですね、まあ堀裕二さんとかファイナルファンタジーの坂口博信さんから、ちょっと下の名前ちょっとはっきりしないですけど、あとまあ佐久間明さんですかね、モータル電鉄ですね、あとはまあ宮本さんぐらいですか、任天堂のぐらいしか、よく考えたらゲームクリエイターってねそんなに知らないんですよね。誰が作ってるみたいな。宮本さんはさすがにねマリオとかゼルダとかね作ってるので、僕はまあ結構任天堂のゲームは好きだったんでね。僕ソニック、そうだ、山ちゃんさんの言う通りね、結構僕ゲーマーなんでいろんなゲームやってきたんですけども、ソニック手つけてないんですよね。あ、中村浩一もそうですね、チューンソフトですね、ドアドアとか作った人ですからね。小島秀夫はメタルギアソリッドの人ですよね。名前聞いた人ですけど、僕メタルギアソリッドもあんまり手出してないんですよね。なんか一作ぐらいやった記憶だけど、あんまり合わなかった気がするんですよね。中裕二さんは実は聞いたことあるかなぐらいのノリですかね。そう、ソニックをね僕やってないんですよね。なんかね、ちょうど確かにこの元社員さんのおっしゃるように、僕が中学生ぐらいかな、中学に1、2年生、2年生、3年生ぐらいの時にセガがメガドライブ発売したと思うんですよね。でその時にソニックも出てたんですけど、ソニック合わんかったんですよね。ゲームとしてはまあ面白そうかなっていう感じしたんですけど、ハリネズミのキャラがですね、でもいまいちこうしっくりこなかったっていう感じですかね。メガドライブ僕持ってたんですけどね、ゴールデンアックスとかね、獣王機とかかな、そこら辺をやってたような気がするんですけどね。セガ一応持ってるけども、そこまでセガ派じゃなかったんですよね。バーチャファイターあたりからちょっとセガやりだした感じですかね。サターン以降ですかね、ちょっとセガのゲームやり始めたのはっていう感じでね、結構ニュースになってましたね。ニュースを先にね見てみましょうかね。はい、これですね、中克美はがっつり犯罪者ですからね。はい、これですね、速報、11月18日昨日ですね、ドラゴンクエスト新作巡りインサイダー取引、有名ゲームクリエイター逮捕、逮捕者3人にということですね。これですね、ゲームクリエイターの中裕二容疑者、あ、この方ですかね。顔まではもう全然知らないですね。やっぱこうゲーム制作者ですから、もうよほどじゃないと顔まで思い浮かばないですよね。やっぱ堀裕二さんとかぐらいですかね。いや、ソニックがあんま苦手なんですよね。キャラに惹かれないんですよ。ソニックだと同じだ、相方のテイルズよりはやっぱ僕の世代はやっぱマリオとルイージですよね。インサイダーね、まあ、スクエニの社員ということで、あ、ドラゴンクエストタクト、これなんか僕もね、ドラゴンクエストタクト1日目ダウンロードしてすぐやめましたね。スマホ向けのドラクエゲーム、一応ね、どれもこれも1回やるようにしてるんですよね。ライバルズとかですね、ドラゴンクエストウォークとか、この間ドラケシでしたっけ、ああいうね、一応ね僕ドラクエ好きなんでダウンロードするんですけど、タクトも1日2日やって消しましたね。なんかシュミュレーション RPG みたいな感じのね、マス製のなんかゲームでしたけど、はい、まあこれでインサイダーしたってことですね。社員が一緒に逮捕されてるってことですね。でまあこの人の感想枠のリクエストってことですね。この中裕二さん、ぜひ感想枠で見てほしい。そうですね、この元社員さんは僕が感想枠で見てですね、合ってるかどうか分かるってことですよね。下で働いてた人なんで。どれが見やすいかな。あー、でもこの顔が見やすいかな。結構ね、僕はね、この人は自信がありますね。やっぱり、得意分野、不得意分野がありますから、感想はくれますね。この人分かりやすいなーっていうのと、そうそう、シロサルさんの言うね、ドラゴンクエスト3の、あの、ちょっと 3D になったリメイク、むちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどね、全然情報が出ないですよね。これが中裕二さんなんですけども、実はですね、発達してるとこは皆さん見てもらって分かりやすいと思うんですよね。鼻、頬骨、顎ですね。で実はですね、目もちょっとね、眼鏡かけてて見にくいんですけども、目と眉、中低部分もですね特徴的で、こういう人間は要するに潜在的な部分はですね、非常にこうマウント思考ですよ。偉そうで張るとこが張ってですね、
なんですけども、目が狡猾さを表す目を出してるんで、多分ね、表向きはすごい優しい人とかですね。まあこの服のセンスでもちょっとわかるんですけども、まあちょっと白っぽいジャケット着てるじゃないですか。こういう人っていうのは、おそらくね、この元社員さん見てもらったらいいんですけども、この対外的にとかは、すごいね、ジェントルマンっぽい振る舞いをすると思うんですよ。優しそうとか、紳士そうとか、この人はしっかりしてそうとか。でも、多分内側ではですね、めちゃくちゃずるいと思うんですよね。特にね、こういうのって、まあ、インサイダーなんで、もちろん最近お金ですけども、お金とね、あと女関係、女性関係とかは、えぐいんじゃないかなと思いますね。汚い、卑怯、卑劣、狡猾。あ、そう、まあ、T 社長タイプですね。T 社長もそうなんですよ。T 社長もね、ほとんどの人が実は気づかないんですよね。めっちゃいい人とか。T 社長ってすごいまともそうだよねとか言われるんですよね。でもこの人は全然うちではそう。元社員さんはだからこの方の下で働いてたんでね。よく知ってると思うんですよね。この方の裏側というか本質をね。なんでこういう人に一番要注意ですね。まあ、安西先生はね、多分、中身もね、素晴らしい。怖い時期もありましたけども、中身も素晴らしいと思うんですね。こういう人はね、僕は女好き。で、女好きが高じて、お金が必要だったんじゃないかな、と思いますけどね。はい、まあ、その仕事はね、できるのかもしれませんよ。それはできるのかもしれませんけども、元社員さんとかはそんなに今ね、元って書いてあるんで、もう違うところにいると思うんですけども、この中さんには感謝とかはしてないんじゃないかな、と。おそらくはまあ嫌な上司とか、あんな上司の下で二度と働きたくないと思ってるんじゃないかなと思いますね。またあの人と一緒に仕事したいなとか、すげえ尊敬できる上司なんですっていうことはないと思いますけどね。このタイプは多分分かりやすいんですけどね。と思いますね。ぜひ元社員さんね、また DM かね、マカロンでもくださると嬉しいですね。元社員さんだから分かってるんじゃないですか。まあやっとバレたかと。やっと明るみに出たかぐらいじゃないですかね。そうそうそう、ざまーって感じやし、やっとバチが当たったなみたいな感じのノリじゃないですかね。元社員さんとか、この人に使えてた人は。まあ、それは出るよね、みたいな。いつかバレるよね、みたいな。そんなことを言ってるんじゃないですかね。はい。ということで、元社員さん、はい。この中裕二さんの感想学リクエストありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石。質問いつでもお待ちしております。